今回やってきましたのは若狭町の熊川宿。若狭と京都を結ぶ鯖街道の宿場町でして、江戸時代には物資を運ぶ中継地点や休憩場所として栄えました。その熊川宿にありますのが若州忍者道場。こちらは手裏剣投げや日本刀の抜刀体験などができる道場です。はい、おーすごい大きな音。そうですね、はい、おーじゃあ下投げ、はい、はい、おー下投げなんですね。そうですね、あとちょっと大きく左ですね、はい、おー手裏剣投げれるのかっこいい。そしてこちらの忍者道場で購入できるのが忍者の道具まきびしの無人販売なんです。まきびしとは忍者が逃げる途中にばらまくことで追っ手にダメージを負わせる道具。まきびしには鉄製のイメージがありますが、使い捨てるには重く、また高価すぎるため、実際にはこのように水草である皮脂の実を乾燥させたものを使っていたそうです。お値段はなんとお安い1個30円。料金は可愛い貯金箱に入れて支払い完了です。忍者好きな方はぜひお土産にまきびしを購入してみてください。